サーベイヤー2号は月探査を目的としたアメリカ合衆国のサーベイヤー計画で2期目の月着陸船である。1966年9月20日にケープカナベラルカラートラスセントールロケットで打ち上げられた。中間軌道修正に失敗してコントロールを失い9月22日9時35分アトックに通信が途切れた。1966年2月3日ルナ9号が 月面に南着陸した初の宇宙船となり地球に写真データを伝送した。数ヶ月後の1966年5月30日にサーベイヤー1号が嵐の太陽に着陸し1966年6月2日に地球に写真データを伝送した。サーベイヤー2号はアポロ計画に向けて月面の地勢の特徴を調査するため 月面の写真を地球に伝送することを目的として月に軟着陸するように設計された2期目の宇宙船である。サーベイヤー2号は周囲の写真を撮影し伝送するほかに着陸地点の底面の写真も撮影するため地面を弾むように計画されていた。また月の表面のレーダー反射率のデータや月面の温度を分析する装置も備えていた。 当初提案されていた着陸地点は中央の入り江だった。アトラスセントールロケットは目的地から 130km の地点でサーベイヤー2号を分離した。手動による経路修正の途中、一つのバーニャエンジンが点火に失敗しバランスを失って54時間の間ひっくり返ったままとなりミッション復旧のための努力も無駄に終わった。 宇宙船との通信は9月22日9時35分、アトックに途切れた。宇宙船は中央の入り江を目指していたが、9月23日3時18分、アトックにコペルニクスの近くに衝突した。衝突時の重量は2 9 2ラムであり、速度は時速1500マイルであった。 ソビエト連邦の次のミッションであるコスモス111号は1966年3月1日に打ち上げられ、やはり失敗した。サーベイヤー3号は1967年4月20日に基地の海に軟着陸し、地球に向かって合計6315のテレビ映像を送信した。サーベイヤー計画のミッションは全部で7度行われ、2号と4号を除く5度が成功した。 現在のサーベイヤー2号の位置や状況は分かっていない。ありがとうございます。